平和憲法を祈る、守る、そういった祈りを込めてアメージンググレースの沖縄版を歌ってみたいと思います。最近はですね、株価もどんどん下がってきて、円高になって、アベノミクスは何だったんだということになっておりますけど、沖縄ではアベノミクスというふうに言ってます。これはどういう意味かというと、ミーというのは名ですね、クスというのはクソです。アベノのメクソという意味なんですけど、もう本当に経済も立ち行かなってきて、数の論理だけで、なんとか憲法改正をしようという、そういった独裁政権のやることは絶対に許してはならないと思います。ありがとうございます。辺野古の基地も原発もそうです。負の遺産を次の子供孫の世代に残さないように、最後はわらび神という子守歌を聴いていただきたいと思います。ありがとうございます。我々一応夫婦なんです、こう見ても初孫がですね、はい、もう18歳になってね、どん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 、はい、孫がどんどん成長していく、この彼らがの未来には基地も原発も、そして、戦争法案もいらない、そういった日本になってほしいと思います。わらび神を最後に聞いてください。Sa ti
私も本当に心からそう思っています。今日はありがとうございました。